輪島市の火災現場です。捜索の前に消防や警察が続々と集まってきています。大規模な火災が発生した輪島市の朝市通り、昨日から始まった一斉捜索は今日も行われ、警察や消防が雨の中作業に当たりました。発災から10日目、避難者のニーズも次の段階へと移っています。40人余りが避難している輪島市門前高校には今日初めて仮設トイレが設置されました。いや本当に助かります。本当に嬉しいです。みんな喜んでおりますよ。女の人は大変やったと思う。やっぱり一方、穴水町の避難所に設置されたのは充電用のステーション。スマートフォン50台ほどが充電できるということです。大変ありがたく思ってます。まあ、発電機で電気を供給している状態なので、少しでも多くの避難者の方に電気が届けばいいなと思います。こうした中、営業を再開する店も今日から、はい、オープンしました。一部なんですけど、輪島市の下口洋服店、店の床にひびが入るなどの被害がありましたが、肌着などの問い合わせが相次ぎ、店を開くことを決めたといいます。下に銭湯は悪門で、大倉さんね、悪門そこ行って下に出たりとかね、パジャマとか肌着とかスウェットパンツとかね、避難所でもすぐ帰れるように、すぐ動ける形のもの、こういう黒い礼服とか、こんなおしゃれなものは全部奥の方にしまって、今必要なもの、必要なものを前に出すような形が。店を開けたことで思わぬ出会いもありました。一人で来たのか。ほらここでゆっくりさし、よかったよかった、本当によかったよかった。こうした中、高齢者らを設備が整った避難施設に送り出す取り組みが本格化しています。今日午後には輪島市役所から配慮が必要な人17人が金沢市の石川総合スポーツセンターに送り出されました。県内では今も2万6000人近くが避難生活を送っています。最新の被害状況です。地震による犠牲者は206人に上っていて、最も多い珠洲市が91人、輪島市で83人、穴水町で20人などとなっています。このうち珠洲市と能登町の8人は震災後に怪我や病気が悪化し亡くなったとみられる災害関連死です。また安否が分かっていない人は輪島市で41人、珠洲市で7人、七尾市で2人、能登町と金沢市でそれぞれ1人ずつの合わせて52人です。集落の孤立も続いています。最も多い輪島市で14地区、珠洲市で6地区、能登町で2地区に住む合わせて3124人が孤立したままです。停電の情報です。北陸電力送配電によりますと、午後5時半の時点で輪島市で6200戸、珠洲市で5600戸、能登町で1800戸などとなっていて、依然として6つの市と町のおよそ1万4400戸で電気が止まったままです。断水の情報です。七尾市で2万600戸、輪島市で1万戸、志賀町で8800戸、能登町で6100戸など12の市と町合わせておよそ5万9000戸で断水が続いています。避難している人は輪島市で166カ所に1万2000人余り、珠洲市で67カ所に5000人余り、県全体ではおよそ2万6000人となっています。このほか 1.5 次避難所として金沢市の石川総合スポーツセンターに84人、ホテルや旅館などの二次避難所には182人が避難しました。また先ほど午後4時、志賀町は土砂崩れにより孤立の恐れがあるとして、宇野屋などの54世帯
90人を対象に避難指示を発表しました。10日経っても被害の全容が見えない現状に長谷知事は、補正予算の編成をお願いしたいと思います。おそらく規模は数兆円になろうかと思います。過去の大震災とあまり比べない方が良いと私は思いました。能登半島へのアクセスの脆弱性や高齢化率が 50% を超えている地域が多いことなどを踏まえ、長谷知事は過去の大地震と比べない方が良いという考えを示しました。その上で政府に対し、1ヶ月以内に数兆円規模の補正予算を編成するよう求めています。